毎年日渡りさせていただいて、これでまあ来年また無事1年で過ごせればという感じで。緊張してたので、思ったより暑さは感じなかったです。そうですね、楽しい1年になりそうです。暑いところ頑張って歩いたので、健康にもなりそうだなと思いました。